ライブ配信ただ、ボー選手のトライ見てないんですけど、さあ、2個遠いか、しっかり待ってましたけど、ただ抜いてパスいってるなみたいなのが、どうしても勢いつけたくなるから、体が先いっちゃうからね。さあ、続いてはどうやら、アルベルト・カペッタリー選手がいきますね。カペッタリー選手もここは初トライです。スキップをしている。やっぱりリッキーに飛んでいった方がね、今の見てる限りでは有利ですね。結構ね、飛ぶのも勇気いりますからね。ギリギリいければいいですよ。さあ、なんかと同じ方法でいったんですけれど、
ライダーはその何年か前の秋の回の呼び出しです。どうなんですか、それはライダー時代覚えてるんじゃないですか。さあ、この週末はかなり乗れてます。ジェロニー、大野選手の走り見て落ち着いてグリップ感でいければ。